ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もファイナルファンタジー11やっていきましょう。はい、前回はプリッシュがなんならプロマシアに会いに行こうぜっていう話でやってきましたこんなとこに住んでんのプロマシア。じゃあ入っていきましょう。でちなみに久々に学者できました。本当はカラクリシで来たかったんですけども、僕が使えるジョブの中で一番たまに使わないと分かんなくなるジョブなんで、学者が。ちょっと忘れないうちに学者できました。はい、お、早速始まった。リオロス殿も一応来たでござる。一応？ここはプリシュ殿に言われた礼拝堂の入り口のようでござるな。しかし鍵がかかっているでござる。これはやはりプリシュ殿に担がれたのではござろうか。今一度出直してプリシュ殿からアミュレットを。よう、二人さん、待たせたな。足早プリシュ殿、そこの鍵ならここにあるぜ。さあ、ダンシンプロマシアに会いに行くとしようぜ。うわぁ本当に会えんの？友達？すごい友達感覚。歩きも早いな。まさかプリシュ殿自身が来るとは思わなかったでござるよ。よくあの部屋から出してもらえたとござるな。抜け出したんじゃないの？おい、早く寝て置いておくぞ。むむむ、何やら悪い予感がするでござるが。えい、ママよ、ためらっている暇ないでござる。先に言うでござるよ。本当に会えんのかな、プロマシア。はい、おお、いきなり本がある。あ、サバイバルガイドだ、しかも。これワープできるやつですね。やったぜ。もう至るところにワープあって楽だ。楽になったな、本当に。あ、ここはやばいやつですね。これなんだっけな。これ立体迷路？立体迷路もいいところなんですけど、曜日によって、バナの曜日によって、なんか迷路が変わるというか、とんでもない迷路ですね。うん。なので、こう攻略してる最中に曜日が変わると、とんでもないことになるという、やつだったような気がする。しかも今、レベル制限ないから、こうやってね、気にせずに歩けてますけど、楽な相手がいる。これ、絡まれんのかな？一応出しとくか。どうせなら出さないでいこうと思ってたけど、絡まれんなら出すか。そう、これもね、こそこそ隠れながら、行かなきゃいけないやつなんですよ。ちょっと、最初のやつだけ絡まれるかどうか見てみよう。絡まれなければ、そのまま、スイス行きたいけど、どう？あ、大丈夫なやつ。オッケー、大丈夫なやつ。そう、この立体迷路が曜日によって違うんで、こう通れたり通れなかったりするんだよね。で、なんか火曜日を待たなきゃいけなかったり、水曜日を待たなきゃいけなかったりみたいなことになったと思うんだけども、大丈夫そうかな。特にマップを攻略サイトで見なくてもなんとかいけるかもしれない。なんかいけそうな予感がしてきた。いいぞ。で、この先進んで、なんかボスと戦って、鍵を手に入れなきゃいけない。で、その鍵を2本、おじいちゃんのところに持っていかなきゃいけないんですよ。バブルアイ。バブルアイ。マミ。うん。右下まで順調に来れたけど、こっからどう行くんだ？あ、こっちでいいのか？よさげ、あ、よさげですね。はい。じゃあ、ちょっと鍵のあるボスのところまで、カットしましょうか。よかったよかった。はい。無事1個目の鍵、サンゴの紋章の鍵かな、を手に入れました。で、この先にボスがいるらしいんですけども、綺麗に骨が並んどる。ちょっとドラクエっぽい。あ、計り知れない。これ襲ってくるかな？大丈夫かな？横通ると引き返せとか喋ってくるやつじゃないこれ。大丈夫？ああ、大丈夫大丈夫。絡まれない絡まれない。かっこいいね。こう、綺麗に並んでるとちょっとかっこいいね。で、このドアの向こうに、いると。おお君じゃないよね。君じゃないね。もう待ってる待ってる。あ、ボスっぽいこういうのだよ、ファンタジーのボスって。こういう風にね、待ち構えてくれてると
ちょっと緊張しますね。でもドキドキする。これだよ、ファンタジーのボスは。どうしようかな。まあでもレベル50制限かな、ここもともとは。だから余裕だとは思うけども。何これ、何してんのあなた。あ、絡まれた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 。絡まれた。しかもアイススパイク。演説でも、演説の練習でもしてたのかな。とりあえずストーン4。そこそこ硬い。あ、そこそこ硬いな。え、なんか来てるな。あ、そっか。あ、なんか来てる。え、すごい。ちょ、待って。待って。あそこにいたやつら全部来たのか。うわぁ。ちょ。レベル差制限あるからなんとかなってるけど、これショックスパイク。ショックスパイクだ。やばい。私モテ。いや、ショックスパイク。ちょ、わけわかんないよ。うわぁ、助けてくれ。早く倒して。早くそいつ倒して。多分そいつ倒せばこいつら消えるから。うわこんなんどうやったんだろう。レベル50制限で。うわぁ、すごい来てる。助けて。マラソンかな。どうやってやったか覚えてない。あれかな、ちゃんともう一体ずつ倒してやったのかな。早く倒して。よし、倒した。どうなる。おお、オッケー。ちょっと気持ちよかったなこれ。はい、じゃあ一回戻って、おじいちゃんに鍵を渡していきましょう。もうあの本があるから簡単に帰ってこれるからね。オッケーだー。で、これで前回のクエストをやっとけば、私はこのおじいちゃんのコネがあるんで、海獅子の紋章の鍵とこのサンゴの紋章の鍵を2つあげれば、始まった。よし。まさかそなたらの世代で一対の鍵を手にする者が現れるとはな。認めざるを得まい。全域を警備できるようこの鍵をそなたに託しておこう。タブナジア広告騎士としてのさらなる活躍を期待しておるぞ。ということで、マスターキー、ワープしたぞおじいちゃん今。広告騎士団長の鍵を手に入れた。しかも大事なものなんだ。あ、よかった。アイテム欄圧迫しない。鍵、広告騎士団長の鍵、やったー。礼拝堂のマスターキー、一流騎士として認められたもののみ携帯が許されるという特別な一本、宝物庫を使用する騎士団長専用。ああ、これでもう何でも開いちゃうってことか。ああ、よかったよかった。そう、本来はさっきの2つの鍵を2人で手分けしてやんないと開かないところらしかったんですけども、これがあれば1本でいけるとのことですね。はい、よし。じゃあまた本で飛んで、戻りましょう礼拝堂まで。オッケー。すごい、ここもこのフォモル、お化けたちがこいつの演説を聞いてる感じになってる。あ、いや、演説じゃない、こいつバードだ、詩人だから。ライブかこれ。これライブ会場だ。歌いなよね、ほら。あー、歌った。ほら、無敵の進撃マーチをこうみんなで聞いてる。面白いな。ちゃんとみんな聞いてる感じになってるの面白いな。へー、じゃあちょっと荒らさせてもらいますけどね。パンツのために。そう、ちょっといっぱいパンツ取れたんですけど、学者用のパンツが取れてなくて、ちょっとついでに取っていこうかなと思ってフォモルたちを飼っております。はい。すまんな、ライブ中。はい、残念ながら学者のパンツは取れませんでした。まあいいでしょう。それが目的じゃないからね。で、ここがさっきの大事な鍵で開くはず。開いたー、すげー。あ、まだホモルいいじゃん。まあいいか、もういいか。この先、どっちこっちかな。この先にあれか、プロマシアくん家があるのか。プロマシアくん、遊ぼう。あ、始まった。いるんだ、プロマシアくんが。え、プリシュ、こんなとこ一人で来てんの、遊びに。
開かねえな。開かないのかい。ダメでござる。開かんでござる。プリシ殿、この先は宝物庫だということでござるが、そこに何の用があるのでござる。決まってんだろ。そこに男神プロマシアがいるんだ。宝物庫にいるんだ。え？あのマスターキーでも開かないの？おー、リオロス、ちょうどよかったぜ。お前もこの扉を開けるの手伝えよ。この先が目的地なんだ。待つでござる、プリシュ殿。この先男神プロマシアがいるとなれば、ここは厳重な封印がなされているのでは？ああ、思い出したぜ。あの戦争の時に俺が鍵をかけたんだっけ。え、マスターキーじゃダメなの？鍵でござるか。リオロスたち、悪いけど礼拝堂宝物庫の鍵を探してきてくれよ。そこら辺の地下集会場のどっかにあると思うぜ。じゃあ頼んだぜ。え、マスターキーじゃ開かないのこれ。仕方ないでござる。礼拝堂宝物庫の鍵とやらを探そうでござる。それにしても全く困った女子でござる。東の国の姫君よりも人使いが荒いでござるよ。そんな人いるんだ。机にの姫はみんなおてんば姫だな。え、ダメなのこれ。マスターキーでもダメなんだ。あ、じゃあもう本当にフォモルたちを撲殺していけばいいのかな。どうなんだろう。どこにあるんだろう。各部屋のこのハテナハテナハテナのどこかにあるらしい。引き出しを開けてみて。え、引き出しなんか見えないけど、これがこう各部屋あるんで、この中のどっかに当たりがあるらしい。なるほど。もうフォモル倒しちゃったからね。ガランとしてるわ。ああ。ここは？お、モンスターが現れてる。オールドプロフェッサー、オールドプロフェッサーマリセレ。へえ。うい、俺にはスリプルなんて聞かねえぜ。黒のホイかかってるから、ファーストで栄翔早く。威力アップで魔力半減でストーン4、ちゃんと思い出しました。学者の使い方。え、あんまり減らない。え、なんかいっぱいいない。しかもよく見たらなお化けいっぱいいんじゃん。オールプロフェッサーとこいつのプッピル、なんだろう、助手みたいな感じかな。あ、倒した。ああ、え、こいつは、ああ、助手も消えた。で、いいのかな？え？え？あ、まだあそこ、まだいっぱいいる、まだいっぱいいる。もうダメ？引き出しは開かなくなってる。あ、ワープで逃げたのか、こいつ。そういうことすんのか。なるほどな。スリープがとかやめて。うっかり寝たらどうすんの？大丈夫。私は寝ない。トリオンが寝た、クピピが寝た、コルモルが寝た。おい。魔導士の皆さん？魔導士の皆さん、ちゃんとレジストして。そういうの困るなぁ。ファーストアップ、もう一回ストーン4。王子様も寝てるんじゃないよ。まったく。よし、これで倒した。今度こそ倒した。オッケーね。いいね。はい、オッケー。よし、礼拝堂の鍵ゲットです。行こう。何だったんだこいつ。オールドプロフェッサー。はあ。じゃあ今度こそプロマシアくん遊ぼう。プロマシアくん本当にいるんだっけ、ここに。そう、このような場所でござるな。こんな場所に本当に男神プロマシアが。おお、広い。あ、本当にいる。いるっていうか石像に封印されてんのかな。ガランとしてんな。これが男神プロマシアでござるか。ああ、これがそうさ。操作と言われてもこれは石像ではござらんか。ああ、命知らずの盗賊どもがどっかからか見つけてきたのさ。これがここに運ばれるまで何人もの男たちが命を落としたって言われている。はぇ、何のために。うん、そういえばタブナジアという国は海賊や盗賊団と関係が深かったそうでござるな。あ、
ここを一応根城にしてたんだ、その盗賊団が。で壊滅したのかな。こんなもん盗んじゃったばっかり、よくこんなでかいのもん盗んだな。ああ、タブナジア大聖堂はずっと昔から変わったものを買い取っては研究者たちに調べさせていたんだ。最初は伝説の楽園を探すためだった。もうほら、古代の民がそこに行こうとして男神プロマシアの怒りを買ったっていうあれさ。うんうん、なんでもよ、楽園ってとこには神様が眠ってるらしい。だから昔の神学者たちは楽園にいる女神様に頼んで男神が人にかけたっていう呪いを解いてもらおうって思ったらしいんだ。ほう、争いの呪いさえなくなりゃ獣人たちに怯える暮らしからおさらばできるからな。なるほど。あのイラスト、トゥーリアとあれか、テレポポイントか。でも研究が進むうちにタブナジア大聖堂が目指すところは変わってった。お、古代の民が残したものを調べれば調べるほど古代の文明は今とは比べ物にならないほどすんげえもんだったってことが分かってよ。へえ、昔の方が技術力、科学力あったんだな。そんなすげえやつらでも男神プロマシアにはかなわねえで年を沈められちまった。ほう、だからタブナジア大聖堂のお偉いさんはこう提案したんだ。神の眠る楽園から女神アルタナを呼び出す、降臨させることはできねえかなと。ほう、もう直接呼ぼうとしたんだ、神よ。まあ結局のところそれはすげえことをする前にミルドリオン様が来てタブナジアは滅んじまったんだけどな。おお、でも俺面白いこと知ってんだ。ほら、あそこに光る石ころがはまってんだろ。あそこにこうすると神の声が聞けるって。あ、アミュレット、そのためのものだったのか。ブリジュ殿何もう後先考えずに行動すんな。本当は天然がまともに見えてきたわ。これやっちゃったんでプリッシュがあれか、年取んなくなったのか。なるほど、あの子がタブナジアに生まれし忌むべき子か。洗礼の儀式の折に大きな事故を起こしたそうです。その事故にて多くの聖職者が亡くなり、生き残った者たちも忌むべき神を見たとうなされたとか。ほう、そして特に忌むべきはその姿形が永久に変わらぬこと。それに彼女は人の心も読むという噂が。ああ、やってたね実際それ。タブナジア大聖堂にて永久なる領地の措置から取られたものをなぜに新しい通気表は連れて歩くのか。しかもわざわざここサンドリアまで。あ、なんか見たことあると思ったらサンドリアの一つしか。これミルドリオン通気表がおっしゃるには、彼女のような特別な子が生まれるということは我らの悲願が成就する時が近づいているということ。タブナジアに伝わるもう一つの秘宝、代々の枢機卿が口をつぐみ開示せなんだものを、かのミルドリオン枢機卿はサンドリア大聖堂に示すという。なんだなんだ、ミルドリオン様本当何者なんだ。悪役なんじゃないか。やっぱりサンドリア大聖堂に伝えられる秘宝と合わせれば楽園の扉が開かれる日はそう遠くあるまい。はあ、あ、来るかミルドリオン。 あ、ミルドリオンだよね。やっぱりプリッシュ、あなたは定めの子けども、もうあなたの役目は済んだ。もうあなたの中には何も。ん？もう済んだ。あ、お、ディアボロス、お前はなぜここ、お前がここにいるのだ。お前はジラートの神とアルタイユにて世界の終わりに来たる者と共に果てたはずだ。ほう？あの戦いはまだ終わっていなかったというのか。こんな喋り方でいいのかな、ディアボロス。カタカナだから異世界人みたいな感じになってるけど。それともまさかお前はあの戦いから逃げ出したのではあるまいな。あの戦い？何の戦いだ。おお、喋った。無論世界の終わりをかけた戦いだ。私がお前に見せた男神プロマシアの姿、その姿を取り戻させぬがためにお前はアルタイへ向かったはず。え、ディアボロさんどっち側なの。
出た出た出た。今になりうつろなる闇が再びバナディールを侵食せんと広がり、始めたはジラートの愚か者たちのせいかと思っていたが読みづらい。だなんで増える必要があんの君。もしやお前はうつろなる闇に食われたか、神とアルタイにて最後の戦いに敗れ去ったのか。でこの子は結局何なんだ。敗れたのか勝ったのかそれは分からない。どういうことだ。私自身は失われた。しかし救われるべきものは救われたのだ。ん？やっぱりこの人は死んでるん？概念だけで生きてんの？なんだ？精神だけ生きてんの？あーイブノイル？神々の前へようこそ。迷える子よ、女神アルタの救いを求めてここまでやってきたのですか。いや、俺は救いなどを求めていない。知りたいのは事実だ。明星の巫女イブノイル、女神アルタナと共鳴することができるあなたなら俺の問いにも答えられるはず。俺は男神プロマシアの意志を継ぐために生まれたのか、それとも男神プロマシアの意志を封じるために生まれたのか。え、どっち側かも自分で分かってない。そうですね。なぜ男神プロマシアあのように顔がないのだと思います。何？女神アルタナ様と共鳴した者は全て女神アルタナ様のお顔を拝見するけれども、誰も男神プロマシアの顔は見たことがない。ほう。それは男神プロマシアが致死して楽園よりその姿を消したがため。だからこそ私たちは彼の復活を願っている。復活と、そして死よ。復活と死？おん？おん？大丈夫でござるか。よもやお主まで倒れてしまうとは驚いたでござるよ。幻覚？プリシュ殿の方もどうやら無事のようでござる。ようでござるか。え？何？プリシュ、一体どうしてこんなことを。あ、怒られてる。怒られてる。あの陰部偽造に触れるような真似をするなんて。ウルミヤ来てる。ミルドリオン水気象様がおっしゃっていたのを忘れたの？あの像は人の悪い心を引き出す力がある。だから絶対に触れてはならないとおっしゃっていたことを。でもだって男子プロマジの意志ってのが分かれば何が起きてるか分かるかなと思ってさ。ちょっと拗ねてる。それに実際ちょっとだけ分かったんだぜ。男子プロマシアの意志ってのは男子プロマシアの復活と死だって。あ、男子プロマシア自身が考えてんのそれ。なんと復活と死。しかしそれら相反するではござらぬか。あ、そう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 、そこそこそこ。ブリシュ、お前は男子の像と共鳴したのか。ん、しちゃった。しちゃったって。しちゃったって。ブリシュ、まさかあなた本当に。ウルミア、俺のことを恐れてるのか。そんなことはないわ。でもきっと、いや必ずおじい様は許してくださらないわ。こんなことをしてしまったんですもん。おじい様はちょっと洗脳されてるからな、ナグモラーダに。ウルミア、でもウルミア信じてくれるんだろ。ええ、信じてる。でもきっとおじい様は。なんだおじい様、おじい様ばっかり言って。自分の意思はないのかお前は。帰りましょう皆さん、ここは空気が悪いわ。まあそらそうだな。ウルミア、そうだな、こんなとこに長い無用だ。ブリッシュ、さあ帰ろう。おーおーおー、帰っていい。おーおーおー、びっくりした。え、帰っていいのこれ。え、もう、あ、こ、え、実際自分ではプロマシア見れない、見れない。あ、見れないんだ。あー、じゃあ帰っていいのかな。プロマシア、ソリシリを受けつつも。ブリッシュは男神の像と共鳴したことでデスパシエル王のところへ連れて行かれてしまった。彼女に会ってアミュレットを返してもらわなければならないのだから。そうだよね、もうずっとなんか北の寒いところでナグモラーダ待ってんだよね。まああいつが寒いところで震えてる分には別にいいんだけどね。あ、ここはそうなの。あ、あるじゃん男神。ヘイ男神。ヘイ男神。
リッチ？ああ、あっちの向こうか。ああ、設定資料集とかでよく見るやつ。ああ、なんか、繋がれてんね、バハムートが。この鎖だかレーザーかなんかで。これが何万年か前の戦いなのかな。うん。で、会話できないの？この人と。特にタッチできない。しょうがない、変わりますか。もう、プリシュ、プリシュ怒られてたな。はい。というわけで、まあ、無事、礼拝堂の、トラウマは克服できましたね。まあ、ちょっと学者用のパンツ取れなかったのは、まあ、残念だけど、まあ、いいでしょう。カバン圧迫化するだけだしね。はい。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは、ごきげんよう。チャオ。次回のステージからはレベル制限がもともとなかったところだから、ちょっと大変かもしれない。